何から話せばいいかな。私の名前は船田キャスリーン、18歳、高校は卒業してない。これから話すことを記録として残したいと思う。私が確かにここにいたっていう証明、今更だけど。今は2030年、場所は東京、墨田区って呼ばれていたところ。今はもうない、全部なくなっちゃった。2年前かな、あいつらがやってきたんだ、すごく突然。最初はテレビのニュースで見たと思う。伝染病だって話だった。封鎖に成功したって、外国のどこかでそういう施設が作られたって。みんなは狂牛病とかそういう病気かもって話してた。脳のプリオンの異常とかでそういう凶暴な事件が起きてるとか、軍の陰謀とか、映画の宣伝キャンペーンかもって話もあったな。ベネチアで発生したこの病気はジビエートと名付けられ、全世界に拡大している模様です。世界各国では対策法を研究するとともに、国民への注意を強く促しています。2028年8月21日、ベネチアを旅行中の若い女性からこの奇病は始まったらしい。最初の方は軍隊も出動して抑え込みに成功したけど、その後爆発的に広がる感染を、私たちはただ受け入れるしかなくなってしまった。こちらはヘリからの映像です。東京上空です。信じられません。至る所から怪物が発生しています。集団で固まってはいけません。最小人数で行動してください。あれは何？嘘！なんてこと！私は諦めない。必ず病気のワクチンを作って元の世界に戻してみせる。神様、私に力を与えてください。